こんにちは、カコです。ピタッと出す。今回はバンダイより発売されました話題のスーパーミニクラ。アニメ戦闘メカザブングルより主役メカザブングルなどを紹介します。全4種類で価格もスーパーミニクラということで各850円、税別出す。今回が最後、シリーズナンバー1のガロックタイププラスオプションセット B を紹介します。それでは早速開けてみましょう。黄色と緑の2種類の色のどちらかが入っているダスが、今回も黄色でした。これまでとどうも食玩というノリもまるでプラモデルです。でも過去の苦手なシールはたった1箇所です。やったわ。なので過去今回も頑張って作ってみるです。その一緒に作るです。ふう、できました。同時に3連バズーカと9連装ロケットランポットが付属します。後ろ姿と大きさはこんな感じです。トラットイレブンタイプと一緒に正面から見たところです。横から見たところです。可動です。腕の付け根、股関節、足首はボールジョイント可動です。手首と腰が回転可動、肘は60度程度、膝は90度程度曲がります。以上、ガロックタイプの紹介でした。さて、続いてザブングルの細かいところとオプションパーツ B を見ていくだす。可動です。首、腕の付け根、腰、股関節、足首はボールジョイント可動、肘、膝はロール回転します。手首は回転可動、肩は上下にスイング、肘は90度程度、膝は60度程度曲がります。バランスを取ればほら片足立ちもできちゃいます。そしてオプションパーツ B を取り付け、ザブングルをフル装備にしてみました。こちらはジロンキバージョンです。スケールは約144/1なので、旧プラモデル、ハイコンプリートモデル、超合金魂など一緒に遊ぶことができるだす。以上、スーパーミニクラ戦闘メカザブングルシリーズナンバー4のガロックタイププラスオプションセット B を紹介しました。そんなわけでそろそろお別れの時間です。皆さんまたどこかでお会いしましょう。